委員長赤嶺君、日本共産党の赤嶺政賢です、昨日に引に続きまして、今日も沖縄基地問題と集中ということになっています、先ほど、まあ、尾長県知事と安倍総理との会談が終わったようでありますが、これから理解を深めていく話し合いだという。 お話もありましたが、えー、安倍首相はまだまだ理解が深まっている様子ではありません、えー、やっぱり引き続きです、ねえー、県民の民意を、えー、示していきたいなと思いますが、ただ、あのー、議題、えー、対談の中身の中で、えー、非常に興味深かったのはです、ね、き、えー、昨日から私は、えー、1999年の、 閣議決定によって、稲峰知事、名護市長を受け入れたんだということについては違うと、小長知事ははっきり安倍総理に申し上げております。官邸の中と、この委員会で同じ議論をしているなと思って、興味深く感じたところです。でそれで昨日は稲見知事が どういう経過で、その L 字型案を拒否するに至ったかということをお話ししました、今日は名護市長がですね、じゃあどういう経過だったのかということを、この議論をしてみたいと思いますが、その議論に入る前にですね、ちょっと冒頭ですね、南西地域への自衛隊 配備について委託業者が実施した調査報告書の問題ちょっと絞って質問をいたします中規模に盛り込まれた南西地域への部隊配備に関わって防衛省は2013年9月から昨年3月にかけて委託業者による 候補地選定のための調査を実施いたしました昨年からその報告書の提出を求めてきましたが一年が経過した先月になってようやく提出をされましたところが報告書の中身は黒塗りばかりであります防衛省を聞きますがこうした 資料の提出になぜ一年もの時間がかかったんですか三村経理装備局長お答え申し上げますお尋ねの調査報告につきましては現中規模に基づく南西地域における警備部隊の配置にかかる検討の使とするため平成二十五年度に 沖縄県の先島諸島及び鹿児島県の奄美群島の有人島を中心に既存の文献等の資料をもとに基礎的な調査を実施したものでございます当該調査報告書には同警備部隊の現在防衛省内で行っております配置場所の検討段階における未成熟な情報が含まれておりまして当該部分は開示により地元 ご地元に無用な混乱や憶測を招く恐れがあるため、解除を控える必要があると考えております、そのため、当該部分の特定を行う作業を進めていたところでございますが、該当部分が非常に多く分布していたため、提出に所要の時間を要したためでございます委員長上根君、今のお答えですと、黒塗りをするために時間がかかった、1年もかかるんですか。 そんなね、えー、説明になってないですよ、全然、えー、理解、えー、得られるものではないと思います、で全く黒塗りなんですで、この黒塗りばかりの中からですね、その報告書を、えー、私たち、えー、日本共産党としてですね、えー、八重山、えー、軍委員会という軍委員会がありますが、 わずかに開示された記述から候補者を推定して今月の8日にです、ね、その結果を公表いたしました石垣市内の7地区が候補地として挙げられていますその中にはですね赤馬というサッカーパーク周辺も入っています昨年2月に 琉球新報が、高知の一つとして報道し、それに対して防衛省が事実に反するとして、同社と新聞協会に抗議の申し入れを行った経緯があります。昨年4月の本委員会,委員会で、私のお隣におられます、当時の 小野寺防衛大臣は、赤馬について、委託業者から来た報告書においては、敵地エリアには含まれていない答弁いたしました、しかし、報告書を見ると、赤馬か、その周辺地区ではないかと思わざるを得ない場所があるわけですが、その点、いかがですか、はい。三村経理装備局長。 本調査業務は既存の文献等の資料から得られます地積、自然条件、インフラの整備状況等の客観的な事実に基づき一定条件を満足する土地を委託業者から提示させ,てさせたものでございます、えー、また、これは現在行っております南西諸島への警備部隊の配置にかかる検討の主とするためのものでございます、えー 検討段階におきます具体的な地名について言及することにつきましては、先ほども申し上げたことの繰り返しとなって恐縮でございますが、地元において無用な混乱や憶測を招く恐れがあることから差し替えをさせていただいているところでございますが、あえて経緯もあり申し上げますと、委託業者からの報告書において、サッカーパークアカンマは候補,地と候補地に含まれて、 追いません委員以上、赤嶺君えー、高地としては挙げられていないということですか、えー、小野寺防衛大臣、元防衛大臣は敵地エリアではないという答弁ですが、えー、その答弁とちょっと違いますけれども、本当に、えー、報告書の中には高報として一切挙げられてないということでいいですか。 三村局長あの具体的な地名の記載の有無につきましては、誠に恐縮でございますけれども、お,お,お答えをすることを差し控えさせていただきたいと思いますけれども、あえて申し上げますがあ、委託業務者からの報告書において、サッカーパーカーカマは候補地として含まれておりません。委員長赤嶺君あのー 今の説明ですけれどもね、その黒塗りだらけの皆さんの報告書の具体的な記述をです、ね、土地の人が見るとわかるんですよ、で全域において、達成は、増税は容易であり、上下水道などのインフラ整備を整っている、現時点での情報から評価すると、 適地エリアは施設の設置には比較的好条件の立地であると考えられるただし地域住民の利用施設が大部分を占めているため開発を行う場合には代償施設の整備などの配慮が必要であるこう述べております好条件の立地と書いてあるわけです地域住民の利用施設が大部分を占めている という記述も、サッカーパークのことを指しているとしか思えません、あの石垣島で,です、ね、そういう利用施設という場合には非常に限定されてきますので、サッカーパークのことを指している、その対象地に含まれていないっていう、非常に否定的な答弁、 行っていますけれども、今、私が挙げた具体的な記述との関係、これは記述あるんですね、その関係、そこから見てもアカウンマではないということを、どうやって説明するんでしょうか三村局長。 あの繰り返しのご答弁で、本当に恐縮でございますけれどもあの、検討段階におきまして、具体的な地名の有無について、えー、言及することはあ、地元において無用な混乱や憶測を招く恐れがあることから、差し控えさせていただきたいと存じます。委員長赤嶺君1年かかってて、えー、黒塗りの作業を防衛省が、えー、やる、えー、そして 自分たちは黒塗りの報告書を示して、えー、マスコミが、えー、いろんな取材ルートを通じて取材して記事を書いたらです、ねえー、これはけしからんと、これはもう言論に対するです、ねえー、抑圧ですよ、そういうこの、やっぱりですね、どっから見たもあのの報,報告書を読んでいて、それはもう赤馬パーク以外にないとお推定されるう場所が書かれてるわけですから。 その点について、いや、違うんだと、本当におっしゃるんであれば、全部黒塗りですね、解いて、その赤羽マパークの私たちが言っている部分、これは実は赤羽マパークではないよということを示していただきたいと思います。で防衛省のです、ね、言論に対する圧力は、これはとても見逃せない、そういうやり方だったと、戒めるべきだということを申し上げておきたいと思います。それで、 えー、昨日に続いてですね、えー、普天間基地問題に関わって、えー、99年、平成11年、沖縄県知事と名護市長のお受け入れ表明、その後の政府の対応について、えー、質問をいたします。えー、昨日は、えー、受け入れの条件だった15年使用期限が、米軍再編で、えー、保護にされた。 経緯を取り上げました稲嶺知事がそこからこれにはもう賛成できないということになったわけです。で岸本市長、岸本市長も、えー、閣議決定を受け入れる際に、えー、いろんなあ条件を挙、えー、げました。十五年使用期限も同じですが、岸本市長は、えー、それに加えてですね、 基地の使用協定これも挙げました99年12月の岸本市長の受け入れ表明では、多くの前提条件が必要とした上えで、基本的には住民生活に著しい影響を及ぼさないことであり、それを保障するものとして、日本政府と名護市が基地の使用協定を締結すること。 を挙げておりましたそこで中谷防衛大臣に伺いますが、その後、2002年平成14年7月29日付で、代替施設の使用協定にかかる基本合意書が結ばれております。当時の尾身沖縄担当大臣、それから中谷防衛庁長官、川口外務大臣、稲見沖縄県知事、 岸本名護市長が名前を連ねております、中谷大臣はそれ、覚えておりますよね、はい、中谷防衛大臣。はい、あの平成14年7月あの、総理官邸でですねあの、そのサインをいたしましたことをはっきりと覚えておりますみね君、えー、合意書にはですね、えー、このように書かれています。代替施設がキャンプ域内とはいえ 新たに建設されることから安全性騒音及び環境への影響と住民生活への影響を最小限に抑えることを目的として締結するとこう述べまして具体的な内容も挙げられておりますまず常習飛行経路の設定が挙げられています実はこれは大変重要な点でありましてね現行計画の 環境汗水評価書では、今、政府が盛んに海上の常習経路を飛びますから、えーあの、ということを説明しておりますが、それを強調しているんですけれども、そこからですね、他の基地や訓練場に向かう際の飛行経路は示されておりません。岸本首相はそこも要求しておりました。それから 代替施設勤防の高度の規制、飛行時間の規制、日曜日等における飛行規制、常習経路内の航空機数の規制、極意飛行の規制、エンジンテスト時間の規制など、さまざまな措置が明記されています。使用協定の締結時期については、アメリカ側と協定の内容について、日米合同委員会等で合意を得て、工事着手までに、 代替施設の使用にかかる措置の内容を明確にし供用開始までに締結するとなっております工事着手までに使用協定の内容を明確にするというのが地元との合意内容ですがすでに昨年の七月に飛行場本体の関連工事に着手しこの夏には 護岸工事に着手ししようとしています中谷大臣がよく覚えていらっしゃるこの使用協定、どうなったんですか中谷防衛大臣。はいあのまあ、岸本市長はです、ねあの、政府と地元との調整にあの精力的に対応していただきまして、あの平成14年の7月の,あの協議会で、その協定に至ったわけでございますが。 あの残念ながら、平成17年の10月の2プラス2の発表で,です、ね、l アン合意を前に、あの岸本市長は参戦、出馬を断念を表明されまして、まあ、その直後の平成18年3月に、残念ながら62歳で救世をされたわけでございます。まあ、しかしながらあの、その意思を継ぎまして、あの島袋名護市長と、 よく、あのー、翌年の4月に、ぬかが防衛庁長官との間で、在、え、沖、ー、米軍再編にかかる基本確認書が締結をされまして、5月の2プラス2で現行の V 事案が承認をされまして、まあ、その後、8月以降、あの政権交代まで、えー、この普天間飛行場の移設にかかる措置に関する協議会におきまして、政府と県、また関係自治体との 代替施設の建設計画、また環境影響評価手続き、普天間飛行場の危険性の除去等について協議を重ねていったということでございます上根君。岸本市長は米軍再編直前に亡くなられたと、しかし、名護市長として中谷大臣と主要協定を結んだわけですねで、行政の継続が必要であります。工事開始まででには日米間の間の えー、そのお協定の中身を明らかにすると、飛行経路も含めてですね、あとそれはどうなったんですかということですよ、今、どうしようとしてるんですか。中谷防衛大臣、はいあのまあ、使用協定を代替施設の供与開始までに締結することについては、あの現在の V 事案に関して、あのぬかが。 防衛庁長,長官と島袋市長が平成18年に交わした基本合意書に盛り込まれている点などを総合的に勘案して、米国をはじめ、相手のあることでありますが、適切に対応する考えでございます。他方、現在の稲峰名護市長が普天間飛行場の県外移設を強く主張されていることは承知しておりますので、まずはこのキャンプシュワブ、 への移設について、一層理解を求めてえ、普天間飛行場の代替施設とその使用協定の必要性について考えを共有して、環境を整えた上で、使用協定の話を進めていくべきだと考えております委員長岡見君、えー、新しく島袋市長が結んだ、かが防衛庁長官とには、使用協定のかけらもないんですね。えー、いわゆるる、ね、岸本市長も亡くなる直前まで V 字型には賛成するなということをずーっと言い続けていたわけですよ、ちなみに、V 字型に賛成した首長知事は、全部次の選挙で落選しています、つまり皆さんが言う、19年前に日米間で合意し、16年前には知事も市長もそれを受け入れた閣議決定、これは今日も小長知事が総理に対して申し上げているんですが、 えー、2006年、平成18年にその閣議決定は廃止されたと、廃止して、沖縄側との協議が整わなかった問題をあえて今持ち出して、16年前から沖縄は賛成していたんだというような主張は通らない、そういう主張が、えー、政府がやっていて、えー、沖縄から理解を得られるはずがない。沖縄の民意は、えー、佐古合意から いろんな経過を通してやっぱり、えー、沖縄の基地の削減、縮小という場合に、県内たらい回し、県内移設するやり方は間違ってるんだと、ここをです、ね、見直しをしなければ、沖縄の基地負担の軽減はあり得ないということでありますから、私は改めて強くですね、辺野古の新基地建設のボーリング調査の工事のストップを 求めて質問を終わりたいと思います。